ウェーバー工事とは、プロスポーツにおいて、契約期間中に、チームが支配権を放棄する選手を公表する手続きである。セントラル野球連盟もしくは、パシフィック野球連盟のいずれかに加盟している球団が、契約拘束期間である2月1日から11月30日の間に選手との契約を破棄する場合は、所属連盟にその旨を申請し必ず本、手続きを行う。 手続き完了後すぐに、当該選手は公示され、上等を望む球団による申し込みを待つことになる。ただし公示より3日以内なら球団が申請を取り消しできる。複数の球団が上等を申し込んだ場合は、同一連盟所属球団が優先され、さらにその中で公示から1週間後時点での勝率の逆順で優先される。1週間後までに申し込みがあれば、 上渡先球団が確定され、一律400万円の上渡金を持って、当該選手の遺跡が決定する。工事より1週間の間に上渡を希望する球団が現れなければ、当該選手に対する旧球団の保有権は消滅し、工事上は自由契約選手となる。しかし自由契約選手となった時点で2軍、3軍戦を含めシーズンの残り試合に一切出場できなくなる上、 他の球団と契約することができるようになるのは、シーズンオフの12球団、合同トライアウト終了後という問題点がある。特に開幕後早い段階で、ウェーバー工事を出されて、獲得希望球団が現れない事態になると、他球団に対して、獲得をアピールする場が失われるばかりか、キャリアにブランクが発生しその選手の将来という意味で、致命的なマイナスとなってしまう。 ただし選手側に契約条項などに対する違反があった場合は、例外でコミッショナーの承認を得てそのまま自由契約とするか、コミッショナーに報告して、制限選手、資格停止選手、出場停止選手、失格選手のいずれかにする措置をとる。ウェーバー工事による遺跡は、トレード、途中入団の期限以降でも認められている。2003年には7月22日に、 中日ドラゴンズを解雇されウェーバー工事されたエディギャラードが7月28日に横浜ベスターズに移籍2017年には北海道日本ハムファイターズからウェーバー工事されたルイスメンドーサが8月31日に阪神タイガースへ移籍した実例があるまた育成選手としての再契約を前提に中日ドラゴンズが金本明広をウェーバー工事としたものの 選手会の抗議によって、リーグ側が野球協約違反を承知の上で工事を取り下げている。なお、毎年11月30日に提出される、次年度選手名簿及び保留者名簿から選手を外した場合は、契約満了による対談とみなさる一連の、ウェーバー工事はなされず、その選手は即座に自由契約となる。ドラフトを経て入団した選手は、任意引退を除けば、 基本的にはこの扱いを受けることになる。最後に、日本人選手のウェーバー工事が行われたのは、前室の金元を除けば2005年秋にされた、中日の戦力外6選手となっている。野球協約や、統一契約上では、ウェーバーと表記されている。日本球開発のウェーバー工事による移籍選手は、ィックディサである。メジャーリーグベースボールにおいて、ウェーバー自体は、 原則一般非公開で行われ、MLB 機構を通じて各球団に公示される。ウェーバーは目的別に各記4種類に分かれ、選手の支配権放棄を表明する目的だけに留まらない。アウトライトウェーバーズアンコンディショナルリリースウェーバーズ、オプショナルウェーバーズ、トレードアサインメントウェーバーズウェーバー工事期間中に他た球団から、 獲得申し込みを受けた場合、工事期間内に相手球団に対して以下いずれかを行わなければならない。その選手を上渡するその選手を含むトレードを行う、ウェーバー工事を取り下げる複数の球団から獲得申し込みがあった場合は、その時期により以下の優先順位で権利獲得球団が決まる。11月11日から4月30日まで上記。 期間後から7月31日まで上期期間後から11月10日まで獲得申し込みがなく、工事期間が終了して、ウェーバーを通過した場合、球団は選手に以下いずれかの手続きを取ることが可能になる。マイナー合格、マイナー契約自由契約以上、2017から2021年まで有効な新労使協定上の規定。久保リーグでも球団が選手契約を放棄するときに、 ウェーバー工事の手続きが取られることがある。ただし、いかなる理由があってもウェーバー工事を取り消すことはできず、また選手契約の譲渡を希望するチームは、工事日から7日以内に申し込まなくてはならない。もし当該選手の獲得を望む球団が現れなかった場合、その選手はシーズン終了まで、韓国国内における一切の選手契約及び活動が許されなくなる。また選手には、 ウェーバー工事を拒否する権利がある。しかし拒否すると身分が任意だった選手に変更されるため、実際に2021年6月現在までウェーバー工事を拒否した選手はいない。ありがとうございます。